12インチグリボーバル9砲沿岸砲用12インチグリボーバル9砲千8 0 6年12インチグリボーバル9砲とはフランス革命からナポレオン戦争にかけてフランス軍が使用していた工場9砲である。銀紙であり歩兵隊第一総監であったジャンバティスト・バケット・ド・グリボーバルが開発したことから彼の名前を取ってグリボーバル9砲と呼ばれた。アメリカの独立戦争でも ジャンバティストドロシャンボー将軍率いるフランス、遠征部隊がヨークタウンの戦いで使用していた。組み立てと設置には15人がかりで6時間を要し、一発、撃つのに5人がかりで30分を要した。1、方針内部を掃除する。2、棒を使って、テコの原理で方針を垂直に起こす。3、射程に応じた、射程量の火薬を入れる。4、 砲弾を持ち上げて垂直になっている方針に上から装填する。72kg もある砲弾は一人では持ち上がらないので、砲弾についているフックを利用して、担ぎ棒を使用して4人がかりで持ち上げて装填する。方針を所定の角度へ戻して、照準調整を行う。角度の測定は方向に角度計を当てて測定する。導火線に着火して発射。 1>, 1フランスイコール2.707センチメートル。ありがとうございます。